それってだから、まあ、ちょっとした前のやつのせいみたいになってるじゃないですか、今。まあそうですね。その、はい、もう学生時代の、はい、それ、それに関して、あんたどんな反応なんですか？でも、もうなってもうたらもうしゃあないよなっていう感じでした。そうですね、攻めるわけにもいかないし、まあ、そうですね、攻めてももう何も出てこないんで、はい。でまあ、僕ら自身もその噂自体が違うって知ってるんじゃないですか、まあ、本人なんで。だから広まると思ってなかったんですよ、まずそもそも。はい、好きっすね。そうですね、都市伝説が流行ってたりしてた時期なんで、それも相まってめちゃくちゃ広まりましたね。はい、それでもう落ち着いたんですか？いやでもまあ未だにでも来るさな、そういう DM 的なもん。いや来ますね、普通に。へー、キッチンカーのことでヤフーニュースとか取り上げてもらって、そのコメントとか見たら、いや半日芸人が売ってるサンドイッチなんて買う人の気が知れんみたいなこと言って広島に来いみたいな、俺が潰したるからみたいな。全然来ますよ、全然ありますよ。この日本から出ていかしたるとかも全然あります。うわ、はい、ただで今更新日です、そのキッチンカーやるの難しいですもんね。そうなんですよ逆にで、なんか今更何言ってんだと思われそうですね。そうですね、あの半日のくせにいい根性してんなみたいな全然ありますから、ね、そのつもりなく誘われたのマジ辛いっすね。いやきついっすね、めっちゃやばいっす。でも何も考えんようになりましたもん、そのことに関しては。はい、考えてたらきりないんで。そうなんですよ、マジで。よう笑ってんなってめっちゃ言われますもん、よう笑えてんなみたいな。そのなんかあの普通にあこんだけ叩かれたのにようなんか普通に笑顔で生きれてんなみたいないやもっとしんどいやろみたいな感じでは、まあ、友達とかには言われるんですけど。はい、大きな天気ってなんかコロナとかなんかあるんですか、今のそのキッチンカーとかに。ああでもそれはもうコロナっすね、確実に。はあ、はあ、はい、コロナ。コロナ前の状況はどんな感じだったんですか？コロナ前もでもまあ営業劇場がまあ割りかし入ってたんで、はあ、はあ、まあその一人で暮らすのには十分なぐらいはもらえてたんで、はあ、はあ、なので全然そんな苦しいっていう感じではなかったっすね。はい、でそのコロナになっていくとどうなってる？コロナになっていくと、まあ、結構キャンセル、営業入ってたのがもう全部キャンセルとかになっていったんで、まあ、これちょっとやばいなみたいな感じになってて、でまあいよいよ夏とかも全く仕事なくなったやってあって、うん、でまあ給付金生活っすよね。おお、はい、持続化給付金とかいろいろやって耐えてたって感じです、ね。ほうほう、まあ、基本的に家賃さえ払えてたらまあどうにかなってたんで、僕自身は。ああ、社長人脈とか。はい、そうっすね、とかでいろいろなんかまあ飯とか連れてってもらってみたいな。はい、なんで僕あんま物欲もあんまないんでへそうなんですよ。キッチンカーはどういうふうに、いつから入るんですか？去年の、2021年の、10月ぐらいに、まあ、それもなんか知り合いの社長の人に呼んでもらったご飯会みたいなの行って、でそこに来てたキッチンカー事業をやってる社長がいて、でその会社はその会社で、まあ、自社の名前を、まあ、広告費高いじゃないですか、まあ、広めたいっていうので、でまあ僕にそのちょっとキッチンカー一緒にやらへんかみたいな感じで話いただいて、まあ、僕もめっちゃ暇やったんで、その時も、あ、面白そうなんで全然やりますみたいな言って、それがまあ本格的に話、普通に打ち合わせしたりとかしていって、今キッチンカーやるようになったって感じですね。最初の指導は何だったんですか？出店は、3月の上旬ですね。お、じゃあもうまだ1ヶ月半ぐらいなんですか？そうですね、1ヶ月半ぐらいですね。あ、でもいきなりもう軌道に乗ったんですね。いきなり、そうですね、ほんまに芸人の時と似たような感じで、へー、いきなりパンって軌道に乗りましたね。はい、まあ、ヤフーニュースとかでめっちゃ取り上げてもらったり、ワイドナショーとかも出させてもらったりしたんで。へー、はい、のそうなんです。順調な滑り出しでってことですね。
そうですね。じゃあ相方さんとはその、はい、まあ、一旦ブレイク落ち着いてから以降のそのなんか、なんですか、コンビ的なこう、はい、相談とかなんとか話したとかあったんですか。あ、でもそんなんは全くなかったっすね。なんかおのおの勝手にやるやろみたいな、はい、感じで言ったら、なんかあの赤シャツを脱ぐのか脱がないのかとか。ああ、いや全くなかったっすね。そうなの、はい、お目目変えるのとかもなかったっすね。サングラス外すか外すか。いや全くなかったっす。M1 とかは、まああ、でももう漫才はもういいかっていう感じでは言ってました。まあやっぱその8年とかずっとやってきてた漫才やってる人らに僕らが急に9年目でパンってやったとしても勝てる気せえへんよなみたいな話にはなったりしてたんで、もう M1 はまあいいかみたいな。だからまあ僕らがやりたいことだけやろうみたいな。キングオブコント出る？キングオブコントも出ないっすね。あ、歌ネタ王？あ、歌ネタ王は出てました。あ、はい、でもまあ実らなかったんで全然。あ、まあ、準決まで行って決勝行けないみたいな。まあ、別に賞レースが全てじゃないですか、ね、そうっすね。賞レースじゃなくても、まあ、まあ生活できたらいいんちゃうみたいな感じなんで自分だし。あ、相方さんも同じような。まあ多分そう、まあどう思ってるか分かんないですけど、まあ僕は思ってるんで、そう、ほうほう、まあ、だから、まあ、何やってもいいやみたいな。あとキッチンカー自体はその相方さんは誘わないんですか？それはちょっと違うの？それはそうですね。だからまあ僕だけに話してくれた話なんで、まあ、巻き込むのもあれかなと思って逆に。ああ、とか別にやりたいって言ったわけでもないし。そうですね、はい。まあ、言われたら別に断らないけど。そうですね、はい。まあ、いつか食べに来てもらえたらいいかなぐらいの感じで。へえ。じゃあ、もう別にそんな合わないんですか？1ヶ月に。今は全然合わないですね。月1は？月1も合わないですね。あれ3月に久しぶりに、3月に今年初めて会いました。それこそ。あ、そんな感じなんですか。はい、はい、だからなんか3月に会って明けましておめでとうとか言って、バリ久しぶりやんとか言って、なんか中学の友達みたいになって、へえ、まあいいのか、お互い別に暮らせてきてるし。そうですね、はい、でもまあ全然、まあやりたいことやってみよう一回みたいな。はい、お互いにね。はい。まあ、そう、32ですもんね。そうですね。まあ、できることやったらいいや、みたいな感じですね。コンビ的にはそんなにこう、積極的に活動していくって感じじゃないですか？あ、でも、コンビ的にも、いつかは、また、一緒になってやろうかっていう話はしてますね。ああ、でもそれは別にすぐじゃないっていう感じですか？はい、そうですね。まあ、とりあえず今、やりたいことやろうかっていうのは、昨日もなんか、急に LINE 来て相方からガンバ大阪、まあ、地元なんで出店させてもらってたんですけど、ゴールデンウィーク中に。それでまあガンバすごいなみたいな、めっちゃ順調やんみたいな感じで言われて、まあ、今後、まあ、また一回話そうやんみたいな感じでっていう話、まあ、昨日 LINE はしましたね。はい、でも、もうこれまだまだ芸人人生全然長いっすもん、普通で。まあ、そうっすね、まだ9年目なんで。そうっす、はい、まだ一応 M16 回ぐらい出れるんで。ああ、そうですね。そうなんですよ。意外となんか、まあ、まだ9年目なんみたいな感じで言われるんですけど。そうですよね。はい、言ったら9年目で売れてなくても普通ですもんね。そうですね、あの、全然売れてない。言ったら逆に、はい、全然売れてない同期とかいっぱいいるんで。まだ世にこれからだって、しかもここから死ぬほど売れる人も出てくるじゃないですか、ね、そうですね、はい、その9年小田上田とかもそうでしたもんね。去年8年目でバーンって優勝して、うん、テレビで出したりしてるんで。そうですよね、はい、はあ、そう、先取りしすぎたみたいな。あー、僕ら全部どうなりたいとかあるんですか？ああ、あの、分かんないけど40歳50歳とか。ああ、どうなりたいとかって別に、まあ、楽しかったら何でもいいやみたいな感じなんで、自分が好きなことできてる人生であれたらいいなみたいな。まあ、死んだ時に面白かった、死ぬ前とかに面白かったな、この人生みたいなんで終わりたいとは思ってるんで。いや、でもいいっすね。はい。そうっすよ。はい。まあ、後悔したくないというか。半日芸人、あの、被害収まるといいっすね、いつか。そうですね。いや、なんかもう収まらなさそうな。あ、でも言ってました、スマイリー菊池さんも、はい、ああ、そうですね、
そうだって、そうっすよね、だって殺人犯に勝手にネット上で仕立て上げられちゃって、はいはい、何も関係ないのに、はい、ちょっと未だに殺害予告来るって言ってました、ね、そうっすよね、あれもうどうしようもないっすか、でもまあ結構その今まあ僕らが出店させてもらってたまあ場所とかに行った時は別に全然もうそんなめちゃくちゃいいお客さんばっか、直接そのなんか来るとかってのないってことですか、ね、とかはないですね、もうみんなも優しくて、でまあリピートしてくれる人も今もめっちゃ増えてきたりしてるんで、キッチンカーまた買いに来ましたみたいな、めっちゃ美味しかったですとかも言ってくれる人増えてるんで、まあ良かったですねキッチンカーは。ああいやそうっすね、はい、キッチンカー的な目標は どんな感じなんですか、売り上げなんですか、いろんな場所に行くってことなんですか、ね、ああでもまあ売り上げも大事ですけど、まあ営業少なくなったんで、うん、でも僕営業めっちゃ楽しかったんで、今思ったらってか今考えたら、あいろんな土地に行くとか、土地行ってははでもそこの人らと触れ合うのがまあ楽しかったんで、まあ、もう一回そういうのやりたいなと思ってキッチンカーも始める決意というかそういうのもあったんで、あなのでまあ全国回りたいっていうのはありますね。だからまあそのためにはまあ一応台数増やさないと、ちょっとさすがに僕ガンバの大阪の方行った時に僕がずっと運転してたんで、さすがにきつかったんで、なるほど。はい。でまあ向こうで作れたりとかそのキッチンカー自体を、はい。まあゆくゆくはまあ。5大都市とかには1台ずつ置いときたいなみたいな話はしてるんですけど、まあ、そうですね、はい、わざわざいちいち全部九州まで、そうですね、1個の車で行く必要ないっすね、はい、しかもなんか今佐世保かなんかから来てるんですけど、行きだけで16万かかるんですよ、多分交通費だけで、あ往復かな、往復かどっちかで16万かかるんですよそれはきつないみたいなそれ売り上げらんないっすもん、ね、いやそうなんですよ、さすがにちょっと交通費ありじゃないときついなみたいな、はい、現実的な話をしたら行きたい気持ちはあるけどみたいな、交通費なかったらきついなみたいな話をして、関東近郊になっちゃうんですか、まあそうなんですよ、まあでも、まあ、行けるとこは行くんですけど、出店してほしい人はどこに連絡するんですか、ああ SNS あるんで、僕の SNS、まあ、インスタかツイッターか、まあ、キッチンカーのインスタもあるんで、ほうほう、そこに DM かメール、まあ、メールの方がいいんですけど、いただいたら、はい、対応させても、ただ今ちょっとそのメール担当してる後輩が今めちゃくちゃそのメール来すぎてて、どれに返信したか今わからん状態になってパンクしそうになってるんでそんな宣伝してもないのか、まあでもヤフーニュースとワイドローションで取り上げられてるよね、まあそうですね、十分な効果だ、そうですね、まああとなんかフランチャイズ化考えてて今、へえ、そうなんです、それでそのまあフランチャイズ化とかで興味ある人いたら連絡とかいただけたら、まあ今まだ走り出した、まあ、話し出したところなんで、全然そのいつからするかっていうのは決まってないんですけど、まあ、法人化してやっていこうかっていう話はしてるんで、はい、それでまあメールとかやりたい人、興味ある人メールとかいただいたら対応させてもらうっていう、はい、ありがとうございます、何でもすぐ成功するんすね、いや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 、行動したらって感じです、ね、はあ、いやいやいや、すごいな。